日のお洗濯情報をお伝えします。まずは天気分布からです。西日本や東日本は太平洋側を中心に穏やかな天気となりそうです。一方、北陸でしたり北日本の日本海側では雪が降ります。一部北海道のエリアですとどかどかと強まるタイミングがありそうです。路面状況の変化にも気をつけください。近畿は内陸を中心に雨雲が流れ込んでくる可能性もありますので、こちらも変化に注意が必要です。ではお洗濯情報を見ていきましょう。明日のお洗濯情報です。広い範囲で西日本や東日本では洗濯物を外で干すことができそうです。一方、北陸や北日本のエリアですと天気が崩れますので、洗濯物は部屋干しが安心です。詳しい内容はアプリウェザーニュースからも確認することができます。ぜひご利用ください。